緊急告知、9月29日日曜日、竹田塾吉祥寺校でイベントを開催します。高校1年生向けに難関大合格に向けて早めのスタートダッシュのコツをお話しします。申し込みは概要欄の LINE から。皆さんこんにちは、竹田塾の高田です。今回のテーマは学校教材だけで受かる大学はどこなのか徹底検証やっていきたいなと思います。竹田塾は参考書こそ最強だと思ってるんですけど、そんな中で参考書買うのに抵抗があるとか、学校教材以外のものをしたくないっていう生徒も一部いるじゃないですか、はい、学校教材だけでどこまで戦えんのっていうことを教科ごとに話していきたいなというふうに思ってます。進学校とか自称進学校とかの先生に言われたっていう相談を受けるんですけど、うちの学校では学校教材とこの授業だけでこの難関大学受かってるんだから、授業だけやってればいい、学校の教材だけでいい、参考書買わなくていい、やらなくていい、言われる子がいるっていうのを結構毎年聞くんですよね。そうですね。あと塾行くなとかそういうケース結構多いと思うんで、リアルに教科ごとに分析をしていきます。まず一つ目、数学からいきましょうか。結論から言います。数学は意外と戦える。大体学校で配られるのって応用問題集計、4ステップ、サクシード、クリア、3トライアルとか、とチャート系のもの、キチャート、青チャート、フォーカスゴールド、ニューアクションレジェンド、この辺が代表的だと思うんですよ。正直言うと応用問題集計、4ステップ、サクシードなどなどは基本的には使えないことが多いと思います。なんでかっていうと問題の量が多すぎることと解説が薄すぎる、普段使いには向いてない本ですよと。計算練習とかでめちゃくちゃいいと思うんですけどね。使うとなるとこのチャート系、キチャート、青チャート、フォーカスゴード、ニューアクションレジェンド、やりきれればっていう前提付きなんですけど、この辺は結構使えますよと。トッキーはうまく応用すればいけるというふうに思います。旧帝の北大、旧大あたりもこのあたりの本だけで受かってるっていう生徒もいます。あとは学校でスタンダード数学演習とか重要問題集とか配られてるケース、それちゃんとやってもらえたら旧帝も結構戦えるかな。名古屋大、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、そのあたりのレベル帯まではカバーしてるかなというふうに思います、はい、なんで本当に一部のめっちゃ難しい数学の問題以外は学校教材ちゃんとやればいけますと。ただなんですけど、まず文系に関して言えば完全にオーバーワークです、はい、文系に関しては竹田塾のルート、入門基礎問とか文系数学重要事項とか、このあたりをしっかりやってもらえれば十分かなというふうに思います、はい、で理系に関して言っとくと、青チャート 1A、 青チャート 2B、 青チャート 3C、 重要問題集理系の方で 1A2B3C、 こういうのが学校定番ルートって感じですかね、はい、結構なボリュームなので高1からちゃんとやってて、しかもそれぞれ完璧にしないといけないので結構負担だよっていうことはちょっと分かっておいてほしいかなと思います、はい、この、ね、条件がめちゃくちゃ大事 で、はい、で特に進学校とかのすごいできる層の子って、早い時期からしっかりと青チャートが分厚い系も取り組んで、やりきって旧帝とか合格していくわけですよね、そうするとそういった先輩が、いや青チャートやってれば全然余裕だよっていう感じで結構語られたりとか、学校の先生とかそれを見て青チャートとかそういう分厚い系でもいけるみたいな感じで捉えるんですけど、逆転合格しようとかって目指す層が同じようにやろうとして途中で挫折するっていうケースも多い。だからこそ我々はルートで別の参考書を進めているっていうのもね、知ってもらえるといいのかなと思いますね。そうですね。例えばコメント欄とかで、高田は親を青チャートで殺されたのかみたいな噂もあるぐらい青チャート批判をしてるで有名なんですけど、全否定はしてないです、やりきれるならめっちゃいいと思います、はい、ただやりきれない子にとっては結構きついし、青チャートでレベル分けとかしてもらっても全然いいんですけど、デメリットは分かった上で進めてねというふうに思ってます。数学に関しては結構いけるという結論でした。2つ目いきましょう。英語は結構厳しいという結論にしたいと思います。偏差値50代の地方国公立だったら学校教材でいけるかなっていうふうに思ってて、それ以上上のレベルになってくると結構苦しいと思ってます、でその根拠を話すと、学校で英語でやるのって英単語やるじゃないですか、で英文法も一通り習いますよね、長文もある程度読むと思うし、要は単語と文法と長文だけでいける大学のレベルどこなんだっていうと、偏差値50代の国公立大の英語の長文は多分いけると思います、それ以上になってくると学校ではやらない英文解釈っていうのが必要になってきますと、学校でなんで英文解釈の授業ないのかなって結構不思議なんですよね、そうですね。もっと丁寧に学校で教えてもいいんじゃないかなと思うんですけど、カリキュラムの問題とか、そういったいろんな事情もあるのかなと思いつつ、どうしても今現状解釈はじっくりとやる時間がないっていうのがほとんどの子に当てはまるんじゃないかなと思いますね。そうですね。なんで竹田塾でおすすめしてる本としては、動画でわかる英文法読解入門編とか、記事の読解のための英文法必修編とか、入門英文問題成功とか、もうちょっと上のレベルでいくと英文解釈ポラリス1とか、英文塾講
校の上下とかポレポレとかこういうふうに英文解釈の本っていうのが世の中にはあって、これは何かっていうと英語の文一文一文を構文とか振りながら正確に訳していこうっていう本なんですよ。で学校の英語の授業だとがっつり英文解釈について体系的に習うっていう機会がほとんどなかったりするんで、そうなると難しい長文難しい英文が読めないんですよね。例えば突起以上神戸大とか筑波大とかでも複雑な構文のところに線が引っ張ってあってそれを訳しなさいっていう問題、要は英文解釈の力をゴリゴリ試されますし、マーチカンカン同率総計とかの英文になってきてもやっぱり複雑な英文がめちゃくちゃできてきますと、なんで単語と文法と長文っていう勉強だけだと頭打ちくるなと。共通テストとか地方国公立の英文だったらゴリ押しでいけるかもしれないけどその辺が限界かなっていうのが自分の見解ですか、ね、まさにその通りで、例えば学校とかでも SVOC とか振るぐらいまではやるとは思うんですけど、なぜその文型になるのかとか、なぜこのザットが合格のザットになるのかとかっていうその判断をどういう風にしていくのか、体系的にしっかりと解釈学べるかというとなかなか難しいかなと思うので、そうするとどうしても頭打ちが来るっていうのが現実かなと思います。多分一通り習うけど習わないの何かっていうと、ザットの識別、関係代名詞のざっとなのか同格のざっとなのか判断しなさいっていうその見分け方だったり、 it is ほにゃららざっとほにゃらら強調構文なのか形式主語なのかそれを見分けないといけないっていうこういう見分け方みたいなのが英文解釈やったりしますと。強調構文とか形式主語とかそれぞれ単品では習うんだけど、どう区別していけばいいのか、どう考えて長文読んでいけばいいのか、そこまで習わないっていうのが学校のカリキュラムの特徴かなと。だから僕らとしては動画でわかる英文法読解入門編とか大学入試始める読解ドリルとか入門編問題成功とかこのあたりの英文解釈の本をちゃんとやって体系的に学んでいってほしい。そうするとある程度難しい英文が来た時でも戦えるんだと、単語のゴリ押しじゃないんだっていうところがポイントかなと思いますね。あと学校の盲点となってるのが、学校って英熟語あんまやんないじゃないですか。熟語が手薄やと思うんですよ、でも今の大学入試で熟語っていうボキャブラリーめっちゃ大事じゃないですか、めちゃくちゃ大事。熟語やらない学校の英語の限界がやっぱ地方国公立、マーチカンカン同立とかってなると熟語やってないと手も足も出ないですね、日東駒線でも熟語やってないと結構きついです、速読英熟語とかターゲット熟語線とかで熟語の知識を増やすっていうのは絶対マストだと思うんですよ、もちろん熟語帳配られてる学校もあると思うんですけど、まだまだ少数派かなと思ってます。なんでちゃんとした熟語帳じゃなくて単語帳の中に熟語がちょろっとついてる、おまけ熟語みたいな、そういう単語帳じゃなくて速熟とかターゲット線とかちゃんとした熟語帳を一冊仕上げてほしいんですよ。ネクステ系とかのヴィンテージ系参考書 の熟語の章じゃなくて熟語帳を一冊しっかり仕上げましょうっていう話ですね、そういう意味で熟語とかが盲点になってるかなと思います、はい、あとはやっぱ国公立志望の子ですけど英作文もちょっと手薄っすね、もちろん学校でワークとか配られると思うんですよ、ライティングのワークとか、でも英作文の文法を体系的に習うわけでもないし、必須の表現とか武田塾ではだいたい300ぐらい必要だと思ってるんですけど、これを覚えなさいみたいな表現もあんまなかったりしますよね。そうですね、英作文も学校のライティングの授業だけだとそこまで書けるようにならない。英語厳しいのってやっぱそもそも逆算のカリキュラムになってないからだと思うんですよ、いきなり高1の4月から教科書の長文読むところから始まるじゃないですか、武田塾はその順番だと無理だと、長文っていうのは最終ゴールだと、まずは単語で文法熟語英文解釈で一文正確に読めるようにする、でそういう基礎がちゃんとできてから長文の勉強に入っていくべきだと。カリキュラムの作り方が高校と武田塾が提唱する参考書学習とで大きな差があるんで、英語は高校の授業だと限界があるなというふうに思います。続いて国語いきましょうか。国語結論から言うと大学受験ほぼ対応不可だと思います。高校の勉強だけでは大学入試の国語できるようにならない。例えば現代文とかだったら教科書を授業で読んでいくわけじゃないですか、森外の舞姫とか太宰治の人間失格とかね、名著みたいなものをみんなで読んでいくわけですけど、国語の先生がここにはこういう筆者の思いが込められているとかね、あなるほどみたいなね、それはちょっとやっぱ現代文の初見の文章をどう攻略していくかと全然違うわけですよ、高校のね国語の授業を全否定してるわけじゃないんですけど、初めて出会った文章でどう筆者の主張を掴んでいくかとはまた全然違う勉強だと、だから武田塾が提唱してるのは田村の優しく語る現代文とかで一文一文正確に読めるようにしましょう、船口のゼロから見とく最強の現代文で文章全体の構造を掴んでどうやって問題を解いていくのか学びましょう、新レベル別問題集シリーズ1とか2とか使って一文一文どういう風に脳内で言い換えをしていくのか、脳内活動から学んでいきましょうっていう文章の読み方とか解き方とか入試を攻略するっていうのを体系的に学ぶのが武田塾の参考書ルートですと。そこが普通の国語の授業と全然違うので、
高校の国語の授業一生懸命やってたっての未来よっていうのは伝えたいですね。これがね、現代文の難しいところで、学校はさっき高田先生の言ったように、その現代文、そういった文章の楽しさを経験するっていう目的が強いと思うんですけど、現代文で大事なのって具体的な文章を通して他の文章にも通じる読み方を抽象化して自分のものにしていく、抽象化されたことによってそれを他の文章にも適用して同じような論理的な読み方ができるようになっていく、その過程を経て入試問題を解けるようになっていくわけなので、そこは学校の勉強とこの参考書で学ぶ入試のための勉強っていうのは切り分けてね考えるといいかなと思います。現代文はやっぱ全然違いますよと。で、古文に関しては学校の古文単語と古典文法は使えると思います、はい、僕いい先生だなと思うのは、古典文法結構暗唱しないと返さないよみたいなおばちゃん先生とかいるじゃないですか、はい、そういう先生僕好きなんですよね、はい、どうですか川野先生、高校生時代言わされました。いやもうね、今でもやっぱ記憶残ってますよ。ピンシーシカマルとかブーラルスーサスシブとかそういうのをずっと暗唱してみんなでブツ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 言ってる、この時間嫌だなとか思ったんですけど、はい、後になってそれ大事な時間だったなって結構思いますよね、うん、だからそういうのは入試でも基礎となる古典文法なのでめちゃめちゃ大事だと思います、うん、ただ学校の教科書の授業に関しては、うん、あんまり入試に役立たないことが多いなと思ってて、はい、どういうことかっていうと、うん、予習で古文の場合現代語訳をみんな書いてくるじゃないですか、はい、入試で求められてるのって全文を日本語訳する作業ではないんですよ。古文ってどうしても知らない言葉とかも出てくるし、そもそも全部現代語訳するなんてできないんですよ。だから分からないところはありながらも省略を補う読み方を身につけるっていうのはめちゃくちゃ大事で、それを学べるのが富井の古文読解はじめから丁寧にとか、岡本の古文読み方&解き方が分かる本とか、そういうので古文特有の読み方を抑える勉強というのはめちゃくちゃ大事で、それは学校の近似分解して現代語訳するっていう読み方とは全然違う読み方が大学受験の業界ではあるんで、そっちを先に身につけてほしいなというふうに思いますね、はい、やっぱりどうしても授業に対応しようと思うと、その日本語を覚えることとかそっちに夢中になって定期テストに乗り込んだりとかしちゃうんですけど、それだと入試には役立たないよっていうことですね。ラスト4つ目、理科社会。理科社会はまあまあ対応できます、はい、まあ、理科とかは基本科学とかだったらセミナーとか配られるじゃないですか。その後3年生になったら重要問題集とか配られるケース多いと思うんですよ、はい、セミナー重要問題集、物理とかだったらリードアルファとか、その辺ちゃんとやってもらったら9点も全然可能ですと。だから理科とかは本当に全然学校教材だけでもちゃんとコツコツやってる子だったら OK です。問題は社会ですね、うん、社会は学校によってもバラバラだと思うんですけど、マーチカンカン同率以上の難関次第の社会は基本的に対応難しいと思います、うん、一問一答配られる学校の場合はフル活用して対応はいけるかなと思うんですけど、はい、配られない学校の場合教科書とワークとかプリントとかだけだと結構きついなというところありますね、はい、結構歴史の先生だと熱を込めてやってくれて、うんうん、めちゃくちゃ細かい知識とかまで網羅的にやってくれる先生もいるので、一概には言えないところであるとは思うんですけど、難関大学になってくるとどうしても難しいかなというのはありますね。そもそも今回の理科とか社会とかは授業進度が遅いケースってめちゃめちゃありますよね、はい、その授業のペースでやってたらそもそも受かんないみたいなことは前提としてあるんで、はい、日本史だったら金谷のなぜの流れが分かる本とか、うん、世界史だったら茂木誠の世界史とか決める共通の世界史とか、講義系の本使ってどん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 先取りしていくっていうのが必要かなとは思います、はい、学校の授業とかプリントとか頑張ってる先生も多いと思うんですけど、うん、結果先取りしないとどうしようもないみたいな入試の仕組みがあるんで、それを踏まえて頑張ってほしいなというふうに思います、はい、以上、教科ごとに行ける大学は全然違うよと。理系科目は結構行けるケース多かったですね、うん、ただオーバーワークだったりするんで、そこはちょっと自分で判断してくださいと、うん、文系科目は結構きついと。学校のカリキュラムと大学受験の最短ルートっていうのは違ってることが多いので、それで分かった上で戦略をちゃんと立てて受験勉強をしていきましょうと。今回の動画は以上です。ありがとうございました。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。